早速堂山小劇場の方へ行ってみましょうね。高崎町駅3番出口を出てローソンが見えてきましたらすぐ後ろ側の道の方へ進んでください。そうすると大きい道が出てくるのですぐに右折、右の方に曲がってください。すぐにね、分かれ道があるんですけれども気にせずにずっと直進していってください。大きなゴリラの人形が左手に見えるんですけれども、それでもまっすぐ行きます。まだまだまっすぐ行きます。交差点が見えてきても曲がらずにひたすら直進してください。我慢してくださいね。そして金光教扇町教会の建物前も通り過ぎていきますと、またまっすぐ進んでいくんですね。最初の曲がり角を右折しますと堂山山吉ビルというところが見えてきます。そこの1階に見えてきますのが堂山小劇場でございます。というわけで始まります、界隈堂山小劇場前編。ナレーションは私さんがお送りいたします。お久しぶりです。久しぶりやね。いやいつぶりですかね。もう1年ぐらい経ったよね。暑かったもん。そうそうそう、前が夏です。黄色い T シャツやったからね。黄色い T シャツ騒動と悲しい話です。全然来てないですけどね。あれおしゃれなのにね。なんでこんな1年も空いたんですか。まあちょっとお互いに忙しかった。お互いに忙しい、ちょっと寝打ちこいてしまって、すいません。今回はちょっと新しい劇場ができるっていうんで。そうですか。来たらしいですよね。そうですよ、そうなんですよ。で今日は堂山小劇場という、新しくできそうな、まだできない途中。そうなんですよ、うん、そこにちょっとお邪魔いたしまして、はい、ちょっとぐるぐるっとね回っていこうということなんですが、はい、これちょっとその人なんか詳しく知ってる人今案内人が堂山小劇場のね、劇場をちょっと案内してもらおうかということで、なんかデザインとかを担当してるそうですよ。そうですね、はい、はい、ゆうすけくん。はい、何やろ何やろ、してきたわ。お疲れ様です。まあです。さっき言ってはったみたいにデザインとかいろいろ技術面で関わりしてもらってるんで案内させてもらいます。はい、お願いします。お願いします。じゃあ行きますか。はい、お願いします。行かない行かない。小学校の時のなんか登校中にされたいじめみたいな。これタッチデザインなの。そうです。マジで。うわ、はい、あ、これタッチデザイン。ロゴ僕やりました。取れるの、これ取れる。取ったらあかんでしょ。まだ一人もお客さんも来てない。一からでいく。なんか傷残してるから。劇場スペースは奥なんです。おお、まだ作ってる途中。まだ全然途中ですよ。もう本当にほんまにまだ途中ですね。途中なんです。すごいな。お邪魔します。中入っても大丈夫ですよ。あのペンキかかっていいなら入ってください。今天井にペンキ塗ってるんで落ちてくるから。まあ見ていただいたら分かる通りこんな感じのスペースに僕ばかり塗ってるんであれですけど、こんな感じで。おい、本気で今塗ってますよ。今黒い天井黒く塗っておりまして。小劇場ってこうやって作られていくんですね。普通の人にはなかなか見る機会がないから、機会ちゃいますか。じゃあ、ペンキを気をつけながら。っていうか、これ気をつけよう。あ、もう船大丈夫。落ちてきたらごめんね。シェーラーのとこ大丈夫。座敷の、この足の上だけ、現金で。なんか、ちゃんとした楽屋も、そうなん、まだまだね、工事中でしょうけども。そうなんです。はぁ、広い楽屋。いい楽屋ですよ。ちょっと落ち着きが、ね、稽古やったらここでも全然、ね、全然行けますよ。できると思います。で、まあ、向こうは鏡とかもつけるんで、はい、ダンスの稽古とか。ああ、なるほど。そんなもできるようなスペースに。じゃあもう本番の劇場プラス、ね、まあ、稽古もできるというね。うん、なんかそっちから出てきたよ。そうなんです、向こうからも入れるんですね。でこっち奥行ってもらったら飲み屋に繋がっているという。まあだからケータリングとかお母さんおる時とか出してくれたりとか楽しみになると思うんですけど。お母さんってあの立花君のお母さん。違います。違う。なんで、あ、そんな家族総出なんで。すごい。お父さん電気工事してますね。ああ、さっきの。お父さん違う。違う。家じゃない。家じゃない。ファミリー。家族でやってませんからね。立花小劇場にしたら。だから違うって言ってますよ。何にも聞こえてない。何にも聞こえてない。泉さんっていう人がやってて、
応千流っていう名前になってまして、ここのお店もまあその劇場と一緒にスタートしたんですよ。まあまあだからほんまに劇場の中に飲み屋を作ろうっていう。だからまあライブハウスやるんでドリンク出すときにまあここも動かしてみたいな部分もあったりとかね。で一応ここが平日じゃあ月曜日から土曜日まで6時から夜中の2時まで。これどのぐらいでお帰りできるわけ？今のところ演劇が一番最安値で4万円です、ね、1日、ただ4万円の時はチケットにワンドリンクつけてください。ほんでつかない場合は5万に、あと管理費1万両方プラス1万でお願いします。5万か6万そうですね。なるほど。平日も週末も変わらずでまとめて借りてもらったら安くするかせえへんかみたいなのはまだちょっとあとは交渉次第みたいなこともあるんで、それ以上安くなる可能性も場合によってはあるかもしれない。泊まれんの？あ、泊まれますよ。あ、例えば地方とか。あ、全然泊まれると思います。深夜もね稽古ばっかしだししようかって言って、朝までどうせ帰るのは朝やから、じゃあもう深夜まで追ってくれたらいいよっていうことで、夜中、11時から5時ぐらいまでは、1300円で深夜の稽古場貸しもして、でお昼は空いてたら、朝の10時から夜10時まで、1時間1000円で稽古場貸しもしようかという話になっております。界隈、それでは早速お三人には劇場を出てブラブラしていただきましょう。ゴギャゴギャゴー。すごいところに小劇場ができますね。いや、ほんとやね。でも扇町の近くか、OMS の近くと考えると、どうぞ。僕ちょっと位置関係はまだ把握でききれてませんけどね。お前さん、パスポートに、あれがありますよ。あの辺りにさ、青春があります、ね、行きつけのなんかショップがあるって。ショップって何だ。え、ちょっとじゃあもう怖いわ君ら、マジで。何が？なんなんショップって。リッチドール先輩。リッチなドール先輩。意味わからんわ。何や、リッチなドール先輩。いや、ちょっとぼかしてみて。あ、ぼかし、な、入っただけ。何もボケてん。シュークリーム100円。道山で20年近くやってはる老舗のケーキ屋さん、シェルブルーさんです。すごいケーキですね、これ。バルオカさん、ちょっと読めないです。すいません。はい、ありがとうございます。はい、すいません。うわー、素敵。みんな。あ、ありがとう。うわ、すやん。リッチー。リッチーやから、これ。リッチー。お、リッチーやから。うわー、ありがとう。俊郎さんのおごり、シュークリームごちそう。私も食べたい。大丈夫。おいしい。ちょっとクリームが変わってる。おいしい、おいしい。ね、おいしいね。なんか俺パリパリのシュークリーム苦手なんですよ。こういうしっとりしたの大好き、ね、クリームがまたちょっと先輩のグループがあるじゃないですか。先輩のバンドじゃないですか。先輩のバックバンドがいるじゃないですか。シュークリーム変えて、もうカットできへんぐらい言ってるね。だからここがあれですよ、あの OMS への続く道ですよ。あ、分かった。こっち行ったら、ね、もうね、昔 OMS やった。そうなるほど、なるほど。そうですよ。あ、これさえ分かれば、衝撃場マニアは分かる。なるほど、分かりました。あ、ちょっとじゃあ、扇町がさ、どうなってんのか見に行こうよ。まあ、悲しいのを見に行こう。いや、そんな悲しい感じになってるんですよね。あの、扇町ミュージアムスクエアっていうのはね、昔あって。ありましたね。僕らのもうなんか、登竜門というか、もう聖地でございましたけど。春郎さん、OMS は立ってはる？立ってます、立ってますよ。若手の時に立ちましたね。春郎さん、いつから若手じゃなくなったの？若手って、いつ卒業すんの？うまいな。俺はまだ若手やと思ってるけどな。いや、それ、うちもね、
まだある。まだある。まだある。まだ卒業生はしゅんちゃんだけ。いや、俺も最近。その辺でちょっと聞きたいな。僕、職場に入って10年間は、その自分の下が入ってこなかったわけ、一人も。はいはい。ずっと10年間も ?10 年間も新人やった。ほんでもう、バーイビリ倒した。手つけたりとか。ちょっと待って、今日おかしいやん。俺なんかイメージブラックやん。大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫、ダーティーなイメージ。そんなことない。いやいや、全然全然。これは小劇場のイメージなんで大丈夫。どういうこと？イビリ倒してやり倒すみたいな。そうです。で、僕はあの昔芝居やってた人たちがそういうことやってたぞっていう話を春郎さんから聞きました。嘘つけよ。そんなん聞いたこともない。ね、言ってませんよ。その前酔っ払って言ってましたよ。何でみんなやっとんでみたいなこと言ってた。よって嬉しそうな顔してる。いや、そのテンションで。知らないで、知らないで。その異常酔っ払ってたことなんか責任持てるか。あ、ここですよ。え？元応援の。これ？そうですね。あー、え、ほら、だってあそこに恐竜があったの。おったおった。あ、スベニールがあって、スベニールは作家や。あ、そうや、スベニールは作家や。スタッフや。なんかそんな名前です。映画館もあってんの。あった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 。へぇー、うわ、もう全く違う建物で。へぇー、ここら辺で並んでたんですよ。あ、並んでたわ。並んでましたよ。それ整理してた。そう、あ、整理してた。整理してた。入り口がね、ちょうどあるね。そう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 。わー、懐かしい。扇町ミュージアムスクエアを懐かしんだ後は、そのまままっすぐ扇町通りを進んで扇町公園に出ちゃいました。はい、扇町公園でございます。大体あの屋根があるところら辺でやってますね。やってる。階段があったりね。大人数が出て、うん、あの動きが激しい舞台っていうのはやっぱこういう公演とかでやること多いですよね。そうそうそう。なんで演劇やってる人ってあんな盾が好き？なんかこうカシンカシンっていうのをやりたがるじゃん。やりたがるって言ったカシンカシンカシンカシャピャーみたいなのを、そういう世界に憧れを持ってる人が多い。いやいや、憧れとか言うか、あんたもその一部。いや、なんでやねん。なんだあんた。じゃあもうすごい盾をやってた人ですか。僕は盾芝居は、はい、行きます行きます行きます、ここで流しますみたいなことを言いながらやるんでしょうか。僕はで、そこで、いや違う、回転してもらってみたいなことでしょ。え、バカにしてるか。じゃあはさ、俺デザイナーやからさ、あんまりしたことないと思うけど、俺はほら、だってまあまあやってるよね。まあまあ、うちはそんなあんまりしてるんかも。してないよ。あんまり見たことないかも。もうだってそんな動かへんねうち。動かへんでうちってどういうことやねん、さき姉さん。ライバルがいる。カメラ撮って。ちょっと近づいてみる。いやいやいや。フルーツバスケットってさ、その何というか、え、フルーツバスケット、フルーツバスケットって、フルーツバスケットって言ったらみんな立つでしょ。そう、ね、まあ、起きたったら早く帰る。よさこいです。よさこいの練習ですね。あと、はい、みんな集まってもう終わりの。よさこい好きなの。なんかよさこいってこういろんなグループがこう頑張ってやって、それでなんか競うとかいう感じに思ってたんですけど、そうじゃない。そうじゃないですね。あ、みんな。あるというよりも、もうみんなです。もうそこを一つに盛り上げよう。あ、そういうこと。はい、うちらどうしたの。いいんじゃないですか、見とけば。なんかじゃあ暴露ネタとかしときます、春野さんで。あー、今のうちにね。マチャーキー、マチャーキー、リッチ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 ーどうやった。誰がマチャーキーや。さて、いかがでしたでしょうか、界隈。次回は堂山小劇場後編でございます。ビールを飲んだり、ワインを飲んだり、ビールを飲んだりするそうですよ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。